機で行かなきゃいけないところだったのをバカみたいに徒歩で行ってくから、やっぱねえ、そのチーム行こうかな。でもいらねえやお前。信じ。高木んとこ丸竹でもよかったんじゃない。高木くんさ。やばい、ソフトの更新入ってるわ。しかもなんか桃鉄やるためにさ、スプラトゥーン消されたんだけど。うん、ついに消した？とうとう消された。消されたっていう。なんだ消した。うわ、ミスった。モルカーサッカーから消せばよかった。いやいや、でもモルカーサッカーだけじゃ意味ないよ。モルカーサッカーと全然容量ないからね。マジ容量。じゃあ任天堂スイッチスポーツは？うわ、結構いい感じ。これなんで買ったの俺ら、これマジで。バカの企画者がいたんだな誰か。できる、利用なら。マジ意味私です。すいません。意味わかんない。バカ。でも釣りスピ、唯一成功したの釣りスピ。うん。失敗だろ。いやいや、成功したら、1回しかやってねえし。最近さ、やっぱ私もさ、なんか運動しないとって思ってるからさ。おいー。うん。やろうな。でもあれだよ、みんな、ポケモンの新しいの出たらしいぞ、ダウンロード。あ、ねえ。運動できねえだろ、ポケモンの新しいので。どういう会話の流れだった今。何なの？言いたかったこと言っただけ。意味わかんない。運動の話をしたんだけどなって心の中で思ってた。全部ぶった切ったな、アリカ。新しいポケモン運動できんのか？怖かった、見ます。会話聞いてて。でもさーって言って。運動っていうのを考えたくなさすぎてさ、そらしただろ。デブが言うの。みんなであれやろ。北斗の拳のケンシロウのフィットネスのやつ。これマジでバカだなこいつら。さっきカルミの時思ってたけど、矢印で一回進んだ方がいいんだよな、ぶっちゃけ。え、言ってよじゃあ。いや、言ってもバカだな。何カルミの時も思ってたけどって。味方なんだけど私たち。ごめんチーム。じゃあこれね、まあシステムとしてなんですけど、まあ確かにこう、まあ見たいに見せたんだけど、確かに、あ、これ弱っ。なんか確かにこうやって言って、なんか大体上ら辺にあるからっていうの見に行くんだけど、大体こう、ちょっと進んで、ここの分岐点でこうやって使った方が良かったりする。その要は。紫の行き先が一番最先端、最短だからさ。そこはなんか。分岐点。はい。あ、曲がり道ね。あ、そうそうそう。曲がり道の時とかにようやく使う機能のが。なるほどね。いいかな。うん。一応さっき言ったからね、俺、一応ね。もう。ありがとうございます。1回じゃ伝わんないよね、カルビね。42マス。だったら何回も説明してくれたのよ。そうだよ。カルビ、ほら、さっき30マスだったのに42マスになっちゃってるじゃん。それはあの矢印の方に進んでなくて内陸攻めちゃってるから。カルビ、なんかやだね、カルビね。飛行機で行かなきゃいけないところだったのを、バカみたいに徒歩で行ってくから、こんなんなってんじゃねえのかなっていうのは思う。本当に嫌な感じ。やっぱ、ね、そっちのチーム行こうかな。3対1にする？でもいらねえや、お前。ほら、矢印の方向が矢印が急に危ない、お前一人ぼっちになるとこだったね、今な。棚狩りでダビングで、いや、取っていいと思う、高木、俺。いや、でも、いや、取っていいと思う、強い、取ったら取る？じゃあ、刀狩り、うん、ありだと思う。周遊カード強いしな。まあ、この後、なんかや…高木なら取られてもいいかも。どうせうまく使えねえ。うざ。なんかなあ、あいつらそういうなんかこっちの行動にああいうなんかねちっこい言い方してくるよな、なんかな。なんかそれ言われると自信なくなってくる。いや、でも取ってていいと思うよ、取ってていいと思う。刀狩りの圧なくなるの俺らとしてはありがてえけどな。まあでもそうだ。ありがとうね、高木。いや、でもありありだと思う。わかんねえ。いや取ろう、高木行こう。あ、もう取ろうって決めたら取ろう。うん。この後六大都市とかラジコンくんがね取っても別に。大丈夫、イライラすんなよ高木、ここで。これ取ったらでも完全にラジコンになるってことだよ、お前。自分の判断はだって取らない方がいいんじゃないかな、だったよね、高木。いや、でも高木、さっきお前はあの北海道に行くときわけわからんルート取ったから、お前ラジコンじゃない。いや、違う、チーム戦なんだからいいんだよ、別にラジコンは。ラジコンだよ、完全に。うるせえなあ。高木んとこ丸竹でもよかったんじゃないか、同じプレイするだけなら。お、最低だろお前。残念だったらそうだ。いや、高木、ここで高木。お前かわいそう、高木。お前丸竹出すなするだろお前。よし。お前丸竹だけはお前。やばい。こいつ今自分の未来を危機感で進化せ、お前かわいそう。お、勝とうな高木、絶対。お前どこ行くね、お前。あ、まあでもありわかんない、いいよ、行って、行こう。わかんなくなってた。高木、なんかね、さっき、どこだっけ。
だからもう俺も分かんなくなってる。いやもういい、戻ろ、戻って戻れ、いやいいいい、もういい、もうお前がボンビー引きずれてあっち行きしろ。俺の話聞いてくれ、高木頼む、高木戻れって北海道に、北海道に戻ってくれ高木、お前は丸竹じゃない、大丈夫だ、お前は高木だ。お前これしかも丸竹もかわいそうだよ、これで高木の方がいいよとか言ったらもうこれ最低すぎるよ、これ本当に。